ルートフリット、ルートフリット、ルディ・ディルルド・グーリット、1962年9月1日帯は、オランダ・アムステルダム出身の元サッカー選手、及び指導者。日本語表記では、グーリットとも、オランダトリオの一人、オランダ語の具の発音は日本語にはないものであり、シいってカタカナ表記すれば、フに近いことから、キャリア中期、AC ミラン在籍時まで日本では、フリットと書かれた。 1979年、HFC ハールレムでデビューを飾り、高い技術力を見せた。その活躍が認められ、1981年9月1日のスイス戦で代表デビューを飾る。1982年にはフェーノールトへ移籍し、ヨハン・クライフと共にリーグ優勝に貢献する。その後、PSV、アイントホーフェンを経て、1987年に、 当時マラドーナに次ぐ、約十2億円の遺跡金で、イタリアセリエ AAC ミランへ遺跡。マルコ・ファン・バステニア、フランク・ライカールトと共に、オランダトリオとして AC、AC ミランの黄金期を支え、数々のタイトルをもたらし自身もこの年、バロンドールを受賞した。また、オランダ代表としてもエウロ1988では、優勝に貢献。この時代はまさにフリットの前世紀であった。し 1989から90シーズンに膝を、故障、治療と、リハビリに1年間を費やす。この故障は、引退時まで大きく引きずることになる。1990年のイタリア W 杯に出場。欧州王者として、優勝候補の一角に挙げられていたが、チーム内は監督交代など内紛を抱え、フリット自身も膝の故障から回復したばかりでその、カリスマ性を、 ベンカー監督に期待されての起用であったが、予選リーグ北アイルランド戦で1ゴールを決めたものの満足なプレーをすることができなかった。少しずつ調子を取り戻していた決勝トーナメント1回戦で、この大会を制する西ドイツと対戦。守備の要であったライカールとの退場などもありきっ抗した展開の末、1から2で敗退した。同年十二月のトヨタカップでは、 AC ミランの一員として法日、ライカールとの先制点をアシストした。ミランでは1991年にアリゴサッキ監督が成績不振を理由に辞任したことで、1991から92シーズンからファビオ・カペットが監督に就任した。前任のサッキはシステムや規律を重視する監督ではあったが、少なくとも前線の動きに関しては制約を受けることはなかった。 しかし、カペットの下では、右サイドに完全に固定されて自由なプレーができず、1992、1993シーズンは貴重なゴールをたびたび決めるなどしたが、怪我やパパンの加入などもあり、徐々にベンチを温める機会が増え、1992から1993のチャンピオンズカップ決勝でもベンチ外となり、1993年にサンプドリアに、 レンタル移籍することになった。そこで、監督のスベン・ゴラン・エリクソンから FW としてある、程度の字を与えられ、自由奔放な本来のスタイルが復活する。サンプドリアは1993から94シーズンをリーグ3位、コッパ、イタリア優勝、優勝を争うなど1991から92年以来の躍進を遂げた。フリットはゴールを量産。 15ゴールと得点を争いをするなど、その立役者となった。特に1993年のフルス AC ミラン戦においては、ボレーシュートでゴールを決めるなど、好調なプレーを見せた。この復活劇で、翌シーズンにミランに帰り咲きを果たした。しかし、復帰したミランでは、FW としてプレーしたが、ラジオ戦での2ゴールを挙げた試合を除いて、前戦で孤立することが多く、 部長ミランの敗戦の責任をなすりつけられるなど、不審に陥り、この辛さを理解してくれるのはシモーネだけだった。と語った、シーズン途中に、メッリとのトレードで、サンプドリアに、再び移籍、22試合に出場し9ゴールを決めたが、前年ほどのインパクトを残すことはできなかった。オランダ代表では1992年のエウロ1992を最後に代表から退くが、 サンプドリアにおける高パフォーマンスもあり、1994年のアメリカ W 杯直前に代表復帰を果たす。しかし、クーマンがエゴイストのフリットを嫌い代表から追い出そうとしたことや、かねてから要望し続けたクライフの代表監督就任もついに叶わず、代表辞退となった。1995年、チェルシーへ移籍した。 1995から96シーズンを率いていた、グレン・ホドル監督が、イングランド代表監督に就任すると、その後任として、現役のままプレイングマネージャーに就任。1996年には、DF としてのプレーながら、PF 年間ベストイレブンに選出された。監督1年目となった1996から97シーズンは、ジャンルカビアリ、ジャン・フランコゾラ。 ロベルト・ディマッテオなどのトップ選手を加入させ、リーグは6位ながらも27年ぶりに FA カップをチームにもたらした。また、外国人としては史上初の FA カップ優勝監督ともなった。この年を最後に現役を退き監督選人となった。しかし、翌1997から98シーズン、チームは校長であったにもかかわらず監督を解任される。 その後任には同じく選手権監督として、ジャンルカビアリが就任した。1998から99、シーズン開幕直後に入滑するユナイテッドの監督に、就任するが、13位に低迷し、1年で辞任する。この時のスローガン、セクシーフットボールは監督としてのフリットの代名となる。しかし、当時のエースであったアランシアラーは、その後の雑誌のインタビューで、 フリットが監督の時が自身のキャリアで最も冴えない時だった。と答えており、セクシーフットボールが選手に受け入れられていたとは言い難い。しばらく解説者をした後、2004から05シーズン、フェーノールとの監督に就任。当時所属していたリルク・カイト、小野ンジらを指導したが、リーグ4位に低迷し、シーズン終了後に辞任した。2007年11月8日、 メジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーの監督に就任した。しかし、9ヶ月後の2008年8月に個人的理由により辞任した。2011年1月、ロシアプレミアリーグの FC テレクグロズヌイの監督に契約期間1年半で就任した。しかし、リーグ戦13試合で3勝しかできず、6月に解任された。2016年8月、 ディック・アドフォカートがオランダ代表の第二アシスタントを突然退任したことで急遽公認候補に上がったが KNVB との交渉の中でスタッフ内に変動があった場合に再交渉でき権利と良いオファーがあった場合に退任できる権利と契約に盛り込むことを要求しアドフォカートの突然の退任の二の舞を避けたかった KNVB のテクニカルディレクターハンスファンブロイケレンが認めなかったこと さらに第一アシスタントのマルコファンバステンがすでにフィファからのアプローチを受けて退任を決意していたが、それをファンブーロイケレンが明かさずファンバステンから直接聞いたことにフリットが激怒したために交渉は破断した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。